チスカ・モスクワは、ロシア・モスクワを本拠地とするアイスホッケークラブチーム。クラブ名のクスカは、チェスカと読み、陸軍中央スポーツクラブの頭文字を取ったもの。ロシア国内有数の実績を残す競合クラブである。チスカ・モスクワは、アイスホッケー以外にもサッカー、バスケットボール部門が世界的に有名である。1946年設立。ロシアでは、 強豪アイスホッケークラブであり、現在は KHL のウェスタンカンファレンスに所属。クラブは第二次世界大戦後の1946年に創設された。当時はセリカ、ェーデーカー、赤軍中央会館と呼ばれた。後にソ連代表の監督となるアナトリー・タラソフやフセボロド、ボブロフも当時は若手の選手として活躍していた。1951年に クラブはセディッサ、ゼーデーサー、ソビエト軍中央会館と改名し、1954年には、さらに CSKMO、国防省中央スポーツクラブと改名。1959年にクスカと名前を変え、以降現在に至る。ソ連時代にクスカの選手はソ連軍に所属しており、厳密にはプロ選手ではなかった。ソ連では建前上、 プロスポーツは存在しないことになっており、実質プロ選手であっても、軍や警察、国営企業に所属していた。そのおかげで五輪のプロアーマー規定が厳しかった時代に、NHL に所属するカナダのアイスホッケー選手は、冬季オリンピックに出場することができなかったが、ソ連のアイスホッケー選手はオリンピックに出場することができた。現在は、ソ連時代とは異なりクスカの選手は、 名実ともにプロであるが、かつての名残で、選手は今もアルメーチの愛称で呼ばれている。ホームゲームでは、軍楽隊が呼ばれることも多い。クスカのファームクラブであるマイナーリーグのチームは、ズベズダのクラブは、クラスナやアルミアという名称を持つ。クラブのシンボルは赤い星であり、これはソ連軍のシンボルである。KHL にはもう一つ、軍母隊のクラブ。 スカ・サンクト・ペテルブルクが存在し、両者の対決は、アーミー・ダービーと呼ばれている。ノート、GP イコール試合数、W イコール勝利、L イコール敗戦、イコール O、または、シュートアウトによる、敗戦、パーツイコールポイント、GF イコール得点、が、イコール失点。ありがとうございます。